お世話になっております、マサルです。今回はネットワークスペシャリスト試験令和5年午後2問1の設問3を解説していきます。設問1と設問2は過去動画で解説しているので、そちらからご覧ください。それでは始めます。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。設問さんはこれまでの設問1と設問2を踏まえて答えていきます。インターネット接続の切り替えについてがテーマです。まずは設問先読みです。架線10について、 D 社平域ネットワークの設定変更より前にファイアウォール10のデフォルトゲートウェイの設定変更を行うとどのような状況になるか、25時以内で答えよという問題です。では問題文を見ていきましょう。これから設定変更を行っていこうと思っていますが、通信段の時間を極力短くしたいと思っています。ここで架線10です。ファイアウォール10の設定変更は D 社平域ネットワークの設定変更とタイミングを合わせて実施する必要があると考えた、このように記載があります。この時 D 社平域ネットワークの設定変更より前にファイアウォール10のデフォルトルートの設定変更を行うとどうなってしまいますか、というのが問われています。では現時点でファイアウォールではどのようなデフォルトルートの設定が入っているのか考えていきましょう。これまでのネットワーク構成ではインターネットの通信はルーター10を経由していました。そのためファイアウォール10のデフォルトルートはルーター10に向かっています。ちなみにデフォルトルートとは、特定の宛先への明示的なルートが存在しない場合にデータの送り先を決定するための情報です。インターネットへの通信はどんな IP アドレスが宛先になるのか分かりませんよね。なので特定の宛先 IP アドレス以外はとりあえずこっちに送ってくださいという設定がデフォルトルートですね。これまではルーター10の先にインターネットがあるので、デフォルトルートはルーター10になっているということです。アフターでは D 社平域ネットワークの先にインターネットがあるので、ファイアウォールはデフォルトルートを D 社平域ネットワークに向けるはずです。なのでアフターの構成では矢印の向きがこちら側になるはずです。では次に D 社平域ネットワークの設定を考えてみましょう。なお前提条件としてルーター11は D 社から提供されているので、このルーター11の設定変更作業は D 社の担当者が行う設定変更作業です。それではまずビフォアの構成に注目してください。ルーター11にとってインターネットはファイアウォール10の先にありますよね。なのでルーター11のデフォルトルートはファイアウォール10の方を向くことになります。この設定だったものをアフターではインターネットがあるのは D 社の平域ネットワークの先なのでルーター12の方に向けてあげる必要があります。しかし設問のように D 社平域ネットワークの設定変更より前にファイアウォール10のデフォルトルートの設定変更を行うとどうなってしまうのでしょうか。ではどのような状況になるのか25時以内で考えてみてください。それでは答えを発表します。もし D 社平域ネットワークの設定変更より前にファイアウォール10のデフォルトルートの設定変更を行ってしまうとこのような状態になってしまいます。矢印がお互い向き合っていますよね。こうなるとファイアウォール10にインターネットに向けた通信が届いた場合、ファイアウォール10はルーター11に向かって通信を届けます。しかしルーター11はファイアウォール10の先にインターネットがあると思っているのでファイアウォール10に届けてしまいます。こうなってしまうとパケットがループしてしまいます。よってこの問題の答えはルーティングループが発生するが模範解答になっています。
それでは次の設問です。下線11について、業務に影響が発生する理由を20字以内で答えよという設問です。問題文を読み進めていきましょう。下線11はインターネット接続の切り替えを行うと一部の部門で業務に影響があるという部分です。ポイントは一部の部門というところですね。一部の部門という言葉を問題文の中から探すと、前半でこんな記述がありました。 A 社の一部の部門では担当する業務に応じてインターネット上の SaaS を独自に契約し利用している。これらの SaaS では送信元 IP アドレスによってアクセス制限をしているものもある。この問題文をヒントに答えを考えていきましょう。さらに注目してほしいのは、ファイアウォール10にはグローバル IP アドレスを付与しており、ファイアウォール10を経由するインターネット宛ての通信は NAPT 機能によって IP アドレスとポート番号の変換が行われる。これも大切なポイントです。つまりファイアウォール10の NAPT 機能によって変換された IP アドレスを使って SaaS にアクセスしていたことになります。しかしこれからはファイアウォール40を経由してインターネットに通信します。さらに問題文の中ではファイアウォール40には新たにグローバル IP アドレスが割り当てられる。ファイアウォール40を経由するインターネット宛ての通信は NAPT 機能によって IP アドレスとポート番号の変換が行われると記載されています。よって新しい構成ではファイアウォール40によってIP アドレスが変換されることになります。そうなると SaaS にアクセスしてくる IP アドレスが変わってしまいますよね。それでは今お話しした内容をもとに、業務に影響が発生する理由を20字以内で考えてみてください。それでは模範解答の発表です。模範解答はこちらです。送信元 IP アドレスが変わるから、こちらが理由になっています。これまではファイアウォール10で変換された IP アドレスをもとにアクセス制御を行っていましたが、新しい構成ではファイアウォール40の IP アドレスでアクセスすることになるので、 SaaS にアクセスすることができずに業務に影響が発生してしまうということですね。それでは次の設問いきましょう。下線12について、ファイアウォール10にはどのようなポリシーベースルーティングの設定が必要か、70字以内で答えよという設問です。下線12がどこで出てきたかというと、一定期間プロキシサーバー A からのインターネット宛ての通信だけは既存のルーター10経由になるようにするという部分です。この背景として、先ほどの IP アドレスでのアクセス制御の問題があります。新しい構成だとファイアウォール40による NAPT で IP アドレスが変わってしまうのでアクセスできないという問題があるので、これまで通りプロキシサーバー A からインターネット宛ての通信に関しては IP アドレスが変わらないようにルーター10を経由させたいということを考えています。その際ファイアウォール10のポリシーベースルーティングを使って通信を制御します。なおポリシーベースルーティングとは、ルーターがルーティングテーブルの経路、つまりデフォルトルートや最適ルートに従うのではなく、特定の条件に基づいてパケットを別の経路に転送する技術のことを言います。それでは答えを70字以内で考えてみてください。ヒントは下線12です。一定期間プロキシサーバー A からのインターネット宛ての通信だけは既存のルーター10経由になるようにする。この下線12の言葉をうまく使って答えを作ってあげると良い答えができると思います。それでは考えてみてください。では答えの発表です。答えはこちらです。送信元 IP アドレスがプロキシサーバー A で、宛先 IP アドレスがインターネットであった場合に NEXT HOP をルーター10とする設定、こちらが模範解答になっています。プロキシサーバー A からのインターネット宛ての通信をポリシーベースルーティングで制御したいので、送信元 IP アドレスがプロキシサーバーとなり、
宛先 IP アドレスがインターネットであった場合に NEXT HOP をルーター10にして通信することで Firewall 10の IP アドレスを使って SaaS にアクセスすることができます。ではようやく最後の問題です。架線13についてどのような設定変更を依頼すればよいか、40字以内で答えよという設問です。問題文を読んでいきましょう。業務に影響がある一部の部門には切り替え期間中はプロキスサーバー A が利用可能なことを案内するとともに、恒久対応として設定変更の依頼を事前に行うことにしたとあります。ここでの恒久対応の内容が問われています。プロキスサーバー A を利用できるのは切り替え期間中のみです。その期間中に IP アドレスによるアクセス制御の問題を解決するための対応を各部門に依頼します。では何をすればアクセス制御の問題を根本的に解決することができるのでしょうか。答えを考えてみてください。それでは模範解答です。模範解答はこちら。 SaaS の送信元 IP アドレスによるアクセス制限の設定変更です。これまでは Firewall 10の IP アドレスを許可していたので、その設定内容を Firewall 40の IP アドレスに変更してあげれば良いですよね。なので SaaS の送信元 IP アドレスによるアクセス制限の設定変更を恒久対応として依頼することにしました。そして最終的にプロキスサーバー A のログを定期的に調査し、利用がなくなったことを確認した後にプロキスサーバー A を廃止することにしています。ここまで検討した可用性向上の検討案は無事に承認され、システム部では可用性向上プロジェクトが開始することになります。めでたしめでたしということですね。ネスペの午後に問題はとても長くて大変だったと思いますが、学べることもたくさんです。最後まで動画を見てくださった皆さん、ありがとうございます。最後に少しだけお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。参加方法はメンバーになるボタンから参加することができます。参考までにこちらが2025年の3月のイベントスケジュールです。ネットワークスペシャリストの勉強会もあったり、あとはキャリア相談会などもあったりします。いろんなイベントがあるのでぜひ遊びに来てください。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。